バックアップ、バックアップとは、コンピュータシステムで主にデータやシステムの状態を複製し、問題発生時の復旧、リストアに備えることを意味する。すべてのデータは損失の危険を常にはらんでいる。特に企業にとって、重要データのバックアップは、事業継続計画に密接な関係があり、適切なバックアップリストア計画と運用が重要となっている。 特に念頭に入れるべきことを以下に述べる。両リスクに備える必要がある。ファイルバックアップ。ファイルシステムを経由してバックアップする。すなわち、バックアップ対象はファイルやフォルダである。ファイルシステムが持つタイムスタンプを利用できるため、増分バックアップや差分バックアップを実現しやすい。復旧時には、復元先のファイルシステムがあらかじめ構築されている必要があり。 復旧までに手順を要することがある。イメージバックアップ。ハードディスクのパーティション単位で、ファイルシステムを用いずにバックアップする。一般にノルデータを読み飛ばすことはできず、全域をバックアップする。過去のバックアップデータ全量が、比較対象となるため増分、差分バックアップを実現しにくい。復旧時には、パーティション全体をリストアするので、 ファイルバックアップと比較して復旧手順がない。範囲。どのデータをバックアップするか。データベースをバックアップする。各ユーザーのホームディレクトリをバックアップすると。頻度。毎日、毎週、月時、年時等。頻度が低いほど潜在的に失われる量も大きくなる。目標復旧地点に関係する。 保存期間、バックアップをどのくらいの期間保持するか。データや業種によっては、法律により定められている場合がある。保管場所、サイト全体の障害を考慮し、データを遠隔地に保管することが望ましい。例えば、リムーバブルメディア、主に磁気テープにバックアップし、遠隔地に保管する。または、ネットワークを経由して、オンラインストレージや、 遠隔のデータセンターなどにバックアップする方法がある。媒体の紛失や情報漏えいを防ぐために、所定の場所に保管、管理することが通常出る。保管場所には、機密性に応じて、施錠や認証などのセキュリティを施し、管理者を限定するなどの対策が重要になる。信頼できる外部の業者に委託することもある。これら方針は、バックアップだけでなく、セキュリティ方針にも関係する。 復旧時間。データが消失した際に、いつまでにデータ復旧すべきか。目標復旧時間と呼ばれる。複数のメディアにバックアップすることが推奨される。例として一次バックアップには HDD 等の高速メディアを使い、2時には DVD や磁気テープなどの低速メディアを使う。多様な媒体にバックアップすることで、それぞれの特徴を生かしつつ、 ハームウェアのバグ等によるデータ消失も回避できる。データ量の削減とセキュリティの向上のためデータ、圧縮、暗号化及び重複排除等の技術が併用されることが多く、バックアップソフトウェアハードウェアはこれら機能を実装していることもいい。仮想化技術、例えばテープライブラリーを HDD で置き換える仮想テープライブラリーという技術もある。なお、 RAID は、アレイ内のディスクの物理破壊にしか対応できず、論理破壊や自然災害の対策にはならないことに留意する。むしろこれはバックアップではなく、可用性を高める技術であると理解する必要がある。実際の運用では、バックアップに比較して、復旧の頻度は相当に低く、テストがおろそかになりがちである。いざという時に復旧できないのであればこうかな。 バックアップ装置は、ただの無駄であり、計画的な復旧テストを実施することは、バックアップ計画以上に重要である。データのベリファイ、意図したバックアップ計画通りに運用できているかを確認するのみならず、データが正しく読み出せることを定期的にチェック必要がある。チェックサムでデータの一貫性をチェックすることが、一般的な方法である。チェックサムでのエラーが発生した場合、 直ちにメディアの交換とデータの再記録を検討する必要がある必要であれば遠隔地保管しているメディアも呼び戻してベリファイする機器のヘルスチェック稼働時間書き込み容量及び平均故障間隔等を基準に定期的に機器のヘルスチェックとメンテナンスを行うことが必要がある急な故障が発生しても復旧できるように普段から故障率をモニターして 不足ない危機器交換計画の立案と予備品を調達しておくことも重要である。なお磁気テープでは、およそのヘルスチェックが可能な機能がある。復旧手順書の確認。復旧手順書が存在しない場合、管理者の移動や退職に伴い復旧できなくなる可能性がある。手順書を常に最新の状態に保ち災害発生時でも、 簡単に取り出せる場所に保管しておく必要がある。復旧訓練、危機故障やあるいはサイトの火災、停電などを模擬して、実際の復旧訓練を行うことも重要である。思わぬ因子で復旧できなくなる可能性、例えば消火ガス噴射の衝撃音が大量のハードディスクとサーバー破壊したという例もあり、想定外の因子に備えるためにも訓練が必要である。 リスクマネジメントでシステム停止の可能性と損害を洗い出し、かけられるコストを勘案して運用される。リスク分類と対処法を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。